はい、どうも、ゆっきーでーす。今日は、またしても出ました。ローソンストア100で売られていました。こちら、悪魔のおにぎりの、20円引きなんですけど、これちょっと。黒い悪魔のおにぎり。ね。黒いが隠れてて見えないんですが。まあいいや。黒い悪魔のおにぎり。ね。はい。これ何が違うんだろうな。で、ちなみに白い悪魔のおにぎりも売ってました。うん。これは後でまたレビューしましょう。黒い悪魔のおにぎりと。あ。ね。6月の6日に、じゃねえ、5日に発売されたらしいです。うん、2種類。なるほど。悪魔なのにうまい。悪魔なのにバカ売れ。ローソンストア100が、昨年9月に発売した悪魔のおにぎりは、その悪魔的な美味しさから週4週間で約20万個という悪魔的セールスを記録した正真正銘の悪魔商品だ。さす悪。いただきます。ん？あ、これ、たこ焼きだな？ん？たこ焼きの味がする。ん？ん？いや。なんか、鰹節かな？鰹節と生姜の味がする。うん。なんか、うん。たこ焼きみたいな感じ。お好み焼きか。お好み焼きソースと中濃ソースで味付けしたソースご飯に、イカ入りの天かす、青さ、青ネギを混ぜ込んだ黒悪魔。中でも印象的なのがお好みソースの甘さである。これが思った以上に甘い。にもかかわらず、その甘さがアクセントになることでパクパク食べられてしまうのだ。うん、あ。有名なブログの記事だと、黒い悪魔と白い悪魔と普通の悪魔、前の昔のやつ。昔のやつの方がうまいんじゃねっていう。ことで、うん。まあ、ほとんどたこ焼きや、これマジで。マジで、お好み焼きはさ、最近食ってないですね。うん。うん。最近っていうかもう何年か食ってない気がする。お好み焼き。お好み焼き大好きなんだけどね。うん。たこ焼きも大好きなんだけど。まあ、どっちがうまいかって言われたら、まあ、うん、お好み焼きかな？うん。お好み焼きとたこ焼きは、ご飯のおかずでしたね。うん、新潟に住んでた時からもう、そうでしたから。だから、大阪人が、
まあ、ね、よく言われる、その、おかずにするとか。お好み焼きをおかずで、ご飯食べる。で、変って言われてますけど、俺は別に普通に、食べてます。だからあれだね。お好み焼きのソース方が、ご飯と合うんですよ。やっぱり。たこ焼きはね、もうね、完成しちゃってる。で、しょっぱくないんですよ、あんまり。お好み焼きの方が、やっぱ、しょっぱさはあるかなと。うん。こちらは別に、そんなに別に美味しいかって言われると別にって感じなんで、三つ星。ご視聴ありがとうございました。